ひめかです。りなです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は地雷メイクです。イエーイ。じゃあまず簡単に地雷メイクの説明をしていきます。まず地雷メイクと量産型メイクに分かれていて、量産型っていうのはちょっと天然でふわふわで女の子、そうそうそう、そんな感じ。地雷っていうのは病んでます。結構ズーンみたいな、そうそう、濃いめのね、推しが尊いみたいな、同担拒否みたいな感じですじゃあ早速地雷メイクやっていきたいと思います。せーの、どうぞ。2人とも下地と眉毛だけやってある状態です。なんかアイシャドウが肝心な気がする。地雷はわかるね。じゃあアイシャドウから塗っていきます。私が使うアイシャドウは3つあるんですけど、エチュードハウスのルックアットマイアイジュエルアイシャドウです。次があのダイソーの UR グラムブルーミングアイカローパレット01。でこれピンクラテのアイシャドウパレットです。めっちゃ地雷メイクに最適なんですよ。全部色がアイシャドウ Z403 番ですじゃあやっていきます。この真ん中のこっちから3番目の赤い色を塗ります。最初にこれを塗っていきます。これを手でまず二重幅より上はみ出す感じで塗っていきます。あ、めっちゃいいじゃん。発色超馴染む。わかるかな。めっちゃ馴染んでる。アイシャドウはその自分の目の上だけじゃなくて、アイラインを引くことを想定してちょっと目尻に多めに塗ります。今日さ、うん、ソーシャルディスタンスで送ってるからさ、うん、ちょっと寂しい確かに可愛い今。ちょっともう地雷かお、いい感じ次じゃあブラシってこのエチュードハウスに塗るんですけど、今日はいつものじゃなくてピンクラテの付属のチップ使いたいと思います。これは黒目の上の部分にだけちょっと濃いめに入れます。ラメが入ってるので、地雷っていうのはちょっと派手な感じじゃなくてマットな感じ、病んでる感じがあるから、あの全体に塗ると華やかになっちゃうので真ん中にだけかけます。次はこの一番左の一番暗い色を目尻の目の際だけに塗っていきます。細く塗りたいときはチップにつけた方がいいと思います。すごいさ、コスメブランドぐらいの発色、発色いいね、うん、なんか結構さ、うちからたまに発色悪いなって思ったけど、うんうんうん、めっちゃいいね。めっちゃ発色いい、ね、超つく。はい、じゃあ次は100均のアイシャドウで一番左下のいかにも病んでる感じの色、これを目尻に塗っていきます。目尻のあのすぐ下に塗るのがポイントです。こんな感じです。塗りました。そしたらこの黒いのを塗ったその1段階下にさっき塗ったピンクラテの赤い色を足します。これは目尻だけじゃなくて結構真ん中の方にまで入れます。あ、待って、めっちゃ塗りすぎた発色いいから少量でいくわ。ピンクラテはね、めっちゃいい感じじゃない。じゃあ次アイシャドウユナ、はい、いきます。次はユナの番です。ユナはちょっと今裸眼なんですけど、ちょっとカラコンからちょっと紹介したいなって思います。ユナが今日使うカラコンは、うん、キャラアイっていうカラコンシリーズのグレービビットグレーっていう色なんですけど、わかったよ皆さん。こんな感じのちょっと青が入ったダークなグレーを使います。かわいい。こんな感じです。差がわかるかな。はい、じゃあアイシャドウやっていきます。ユナが使うアイシャドウは 3CE のちょっとわかんないんですけど、こんな感じのパレットです。そうね、赤とかが入ってる、うんうん、でもう一つがセザンヌトーンアップアイシャドウの07番のレッドブラウンってやつ使います。これ普段メイクでも使ってちょっと汚いけどで使います。あとはマックのスモールアイシャドウクラブっていうアイシャドウも使います。あとはピンクラテナパレットです。今日はこれがメインだからね。じゃあまずはアイシャドウベースを塗ります。発色が良くなるのと、うん、アイシャドウの地みたいなのが良くなる。あー、持ちがいいな、めっちゃいいじゃん。じゃあまずこれのこの色とあとはこの上の色をちょっと混ぜて使います、うんうんうん、これはアイホール全体にササッとつけます。で次下のねこのブラウンっぽい色をね二重幅に塗ります。おお、だいぶそれっぽさが濃くなるよね。続いてこのセザンヌの一番こっち側の赤みたいなレッドブラウンみたいのを使って目尻の方をペンシルアイライナーぐらいかけてる。100均なんだけどさ、細いから気をつけて、うん、で、続いてこのマックの方のこれを涙袋の目尻と二重幅の目尻どっちにも塗っていきます。これめちゃめちゃ濃いので本当にキラキラにくぐって塗っていきます、うんうん、
かわいいです。で、次にこれのね、この色とこの隣のこの赤い色を使って涙袋のこの真ん中ら辺を軽く塗ります。チップはあんまり使わないそうです。めっちゃつくね。やばいんじゃないの。めっちゃついてた。つきすぎぐらいがいいんじゃない。時代はこう、うん、自分の涙袋の線より若干下の方まで塗って、おお、強調ユニカンみたいなの難しい難しい。はい、ということでユナのアイシャドウはこんな感じです。じゃあ次はアイメイク全般していきたいと思います。じゃあ涙袋を聞こうかな。これも UR グラムダイソーのスリムスケッチリキッドアイブロウ BR の2番です。はい、線が描けました。分かりづらいかもしれないけど、じゃあ次は涙袋にラメを入れます。あ、待って、アイシャドウもう一個あった。キャンメイクジューシーピュアアイズ07番です。これもピンクラテのチップを使います。付属のもあるんですけど長い方が好きなので、この真ん中の白いラメを塗ります。そう、肌に馴染む肌色のやつとかよりはこうちょっと真っ白の方がナイトアートっぽいからいい気がする。涙袋できました。じゃあ次はアイライン描きます。といつもはひめかは優しい目元にするためにブラウンを使うんですけど、今日はブラックです。とヒロインメイクスムースリキッドアイライナースーパーキープ03番です。垂れ目にいきます。まず普通に目の形に沿って描きますね。一回ちゃんとまつげの間もしっかり埋める感じです。右だけ目の形にだけ沿って描きました。ここからちょっと太くしたりとか目尻を足して垂れ目に見せたりします。あと黒目の上の部分だけちょっとまん丸い目にするために真ん中だけ足します。アイライナーが本当にこれは黒しかおすすめしない、黒しか勝たんって感じで垂れ目に描いたんですけど、ゆめかは長く描くと目がちょっと離れてるので量産っぽくなっちゃうから短めに描いたけど、目そんな離れてない子たちはもうちょっと長く描いた方がいいと思います。じゃあ反対もやっていきます。こんな感じで、あ、ごめんね、まだ続きがあって、ここに描くんじゃなくて、せっかくじゃないんだけど、わかるかな、ここに足します、アイラインを。ちょっとまつげの量を、そう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 、まつげの間を埋める、この部分に描き出しました。はい、じゃあこれで、あ、そっか、アイメイク全体やんなきゃいけないから、ビューラーとマスカラ持ってきました。まずビューラーからしていきます。ビューラーはこうやってやるとこう目尻に向かってなるから、真上に上げてパッチリ感を出します。ビューラー大事よね。ビューラーは本当に今から一番好き。まつげを思いっきり上げます。数回やるのがいいですよ。お、目大きい。はい、もう下がってくる前にすぐにマスカラを塗ります。これはもう全部剥げて何もわかんないんですけど、ドンキで買ったマスカラです。剥げてくるよね、うん、結構ね。まつげは思いっきり塗ります。いつもよりも思いっきり上げました。そしたら目尻です。目尻は、目尻じゃない、目の下は目尻多めとか目の下多めとかいろいろなんですけども、全部一緒、全部長くって感じです。メイクって言ったらキラキラみたいなイメージあるかもしれないけど、もうそんなじゃない。現実はだから、ね、もう必死だから、ね、女子あるあるよね、うん、わかる。なんか下まつげのビューラーなんですけど、普通ビューラーってマスカラの前にやるけどさ、下まつげは短いから、みんなマスカラで長くした状態からやります。はい、じゃあこれでアイメイクが完成しました。はい、じゃあ次ユナの番です。めっちゃ流されるんですね。ユナのアイラインはケイトのソフトブラックライナーっていうのを使います。黒ですね、やっぱり黒ですね、うんうん。私は苦手なので調べたらめちゃめちゃ垂れ目にしてなんかグッみたいなのを見たんで、それをやります。まつげをちょっとひめかちゃんみたいにはできないんですけど、埋める感じで頑張って埋めたい埋めたい目を消すために、もうそのまつげのすぐ上、ほぼまつげで被ってるぐらいのところを今描いてます。はい、ちょっとこんな感じで綺麗な目とかじゃなくて、目に力を与える、すごい地雷与える目にしてます。あとはこの、ね、なんていうの、涙袋の目尻のところをシュッシュッってやります。涙袋の目尻側のまつげを埋めるっていうか、なんか三角形にこうやっていく、うんうんうん、
こんな感じです。ちょっと今ちょっと濃すぎるんですけど、この後涙袋を足して、うん、自然な感じに直していくします。で、次に涙袋を描くのがラブライナーのこの色です。これ普段はアイラインとして使ってるんですけど、今日は涙袋を強調したいのでアイラインを涙袋に描きます。大丈夫？大丈夫かなって思濃くなってもいいですけどね。目も出したら大丈夫、うん。で、私普段は半分からこっち側を涙袋を描くんですけど、今日は濃くしたいので内側からもグイって描きます。で、この後に、縁の付録で買ったちょっとラメのあるリキッドアイシャドウって書いてあるんですけど、これも涙袋につけます。透明のラメです。こんな感じで ラメすぎずみたいな感じをイメージしてます。イメージです。はい、そして次はビューラーをやっていきます。一回外側の目元グイってやります。こんな感じで、マスカラが不老不死モテマスカラっていう、これもなんかどこかで買ったこれはダマはできないんだけどめっちゃ太くなるやつです。で、次下まつげなんですけど、下まつげに力を与えすぎるとボーンみたいな、めちゃめちゃ強調されすぎちゃって、このマックのマスカラなんですけど、これは太くするというより長くする感じなのでこっちを使います。これは本当に一切ない。本当だ。めっちゃ長くなるよね。1センチぐらいの目だよね、だよね。5ミリプラスみたいな。これ上に乗った時も本当に長くなるからめっちゃ好き、うん、こんな感じです。それでアイメイクは完成です。はい、じゃあリップ以外のことを全部取っていきます。まずノーズシャドウからいきます。これも UR グラムのアイブロウパウダー BR の2番です。一番上の黒っぽい色と一番下を混ぜて鼻筋に描きます。ちょっと黒ずんじゃうと嫌なので手とかにちょっと出して、はい、描いていきます。まず形をイメージしてポンポンしていきます。わかるかな、こう線を描きました。これを手でぼかします。こうぼかすと足りない部分とかどうしても出てくるので足します。鼻筋をすごい細く描いちゃうと美しいとか綺麗みたいな感じになっちゃうから、その地雷はちょっとって感じなので結構馴染む感じでノーズシャドウはくっきり描けませんでした。ハイライトもこれは UR グラム一式揃ってるみたいな。このハイライトを手で塗ります。まずこの鼻の先に塗ります。次はこの上の方と真ん中の方だけを足します。涙袋と一緒で肌色っぽい馴染む感じじゃなくて、この真っ白い感じの色を使いました。はい、次はチークです。チークは皆さん大好きなジルスチュアートです。ジルスチュアートブルーミングデューオイルインブラッシュ04番です。こんな感じなんですけど、ここブラシがついてるけど別の自分で買ったブラシです。これは100均です。大正かな。上の方は紫とか明るいピンクとかなんですけど、下の方はちょっとダークなピンクがあるので下の方を重点的に取ります。これを細い横長に入れます。肌に馴染むように顎と鼻先のチークを塗ります。そしてリューチェルさんみたいに、地雷なのでね、はい、チークが完成しました。でも全然見えないからちょっと濃いめに塗ります。で、ちょっと小悪魔感を出すために色白にします。こちらはキャンメイクフロスティーマットスノーパウダー02番です。これを全体的に塗ります。これはラメも入ってるので地雷にぴったりです。量産にもぴったりかも。これが塗り終わったら手でオフします、うん、OK、 ミナ、はい、ミナです。ミナはまずノーズシャドウをしていきます。このケイトのデザイニングアイブロウ 3D 限定カラーって書いてあります。オリーブグレー系って書いてあります。これをノーズシャドウに使います。そのブラシ塗りやすそう。強く塗っちゃう癖があるから、うん、塗装するために結構筆は選んでるんです、うんうん、こんな感じで本当に鼻筋グリッと通します。さあ次ハイライトで MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードっていうのを使います。これはまずおでこにまずちょっと適当にポッポッポッと塗っていきます。この頬骨っていうのかな、この骨をくっきりさせるために
なんだろう、斜めにビューって塗ったりする。うんうん、よくやるよくやる。で、鼻にちょっと細めに塗って塗ります。これで、唇のこの先端みたいなところに塗って、ね、って感じで塗ったら、もう一個ハイライトのユアグラムのハイライトを塗ります。地雷系がちょっとよくわかんないんだけど、鼻筋が結構通ってるのかなと思って、ちょっとこういう濃いめじゃん、ちょっとリキッドっぽくて、なのでこれを鼻に塗ってちょっと塗って、ハイライト一緒塗します。これを私はここには塗らずにこの辺を塗ります。頬骨のところ、はい。ハイライト先に塗るんだね、チークの前に。いつもチーク先、あいつもチーク先スッてここがキュッて見えるように、うん、チークは絶対にここには塗らない。こことこことここに塗る。丸顔はこう外に塗った方がいいよね。長い人が外に塗ると本当にもうロバとか馬みたいになっちゃうから、うん、内側からちゃんと塗った方がいいと思います。じゃあ次は2人ともリップだけです。はい、じゃあ姫香からやります。姫香の使うリップはエチュードハウスの、これ何も書いてないっていうか、シールを剥がしちゃったんですけど、スティックグロスです。上唇で塗ります。これは地雷メイクに問わずそうなんですけど、上唇はもうちゃんとはみ出すぐらい薄っぺらくならないようにします。目と口が近い方が盛れるので、ほらだいぶ今地雷感がいい感じできました。こんな感じです。で、ちょっとキャンメイクのキャンディラップリッチカラーっていう、すごいね、これはすごいベタベタするので、ちょっとここですごい取ってチップに残った部分をポン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 って塗ります。上唇はしっかり、上唇がめっちゃぷっくりしてる。できました、完成です。おすごい。ひめかの地雷メイクはこんな感じです。おはい、ということでリラが使うリップが、まず最初にこのベビーワセリンを使います。あとは 3CE の、結構昔に買ったからそのバンバンか覚えてないんですけど、あとはコーミアーノっていうところのリップです。結構これは深めのこういう感じ、あすごい深いです。あとは MAC のグロスを使います。ダズルガラスアンリーシュザスターズっていうリップグロスを塗ります。最初にベビーワセリンを塗って潤わせます。そしたらこれを全体的にポンポンポンってつけます。これお気に入りすぎてめっちゃ前に買ったのにまだ使ってる。 3CE は本当に発色本当にやばい、わかる。めちゃくちゃ動かして、うーん、ちょっと色を統一させます。色濃さを統一させます。そしたら次このキコミラノっていうやつをポンポンポンってこんな感じでやったら、最後仕上げにちょっとラメの入ったグロスを塗ります。これはもうちょっとブッチョーンってなって薄く塗ります。こんな感じかな。2人ともブライメイクが完成しました。イエーイ。じゃあ今から髪型とかもそれっぽくして、皆さんに地雷の姫ユナをお届けしたいと思います。それではどうぞ。ヘアメイクが終わりました。イエーイ。ハーフツインでちょっと地雷感を出しました。どうですか？推しが尊い。推ししか勝たんということで、みんなも参考にしてやってみてください。めっちゃ楽しかった。楽しかった。地雷感出てるかな。結構漏れるからやってみてね、うん、いい感じです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。